どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤ゆうきです。今日はですね、福袋の方でゲットしました。こちら、クォーターセンチュリーデュエリストボックス、今回の年末箱ですね、こちらを開封してみたいと思います。それでは今回もまずはトークンパックの方から見ていきましょう。正直ですね、トークンはそんなに狙い目がないので、とりあえず持ってないのが欲しいなと思ったんですが、いきなり持ってるやつですね。これは持ってないですね。祝が何になるかな。さあ、祝がこちら。お、これあれじゃないですか、戦闘機トークンか。結構いいやつじゃないですかね。やったぜ、持ってないシークレットだったんで、これはなかなかいいスタートなんじゃないでしょうか。さあ、それでは肝心のパックの方見ていきましょう。見やすいようにもう上の方だけ切っております。狙いはですね、まあ1枚はニゴレア確定なんですけど、まあそこは運になるので、どっちかというとシークレット枠でですね、今まで持ってないやつとか欲しいやつが欲しい。なんか日本語がおかしいんですけど、狙いどころのシークレットが欲しいなといったところですね。個人的にはレッドエス、これです。これ。このレッドアイズのシークレットが欲しいんですよね。あとはブラックマジシャンと、ブルーアイズか。バニラの祝が欲しいなと思っているところで、さあ1枚目の祝はこちら、融合破片ですね。これは確か前回出てなかった気がするんで、まだまだセーフかなといったところですね。それでは2パック目ですね。あとは確かブラックマジシャンガールのシークレットもまだ当たってなかったはずなので、そこも狙っていきたいですね。お、出ました、新規カード。こいつかっこいいですよね。ここでウルトラっていうことは、こいつのシークレットはもう多分出ないですね。うわ、ちょっとショックだな。祝枠がこちら。おー、マハードの祝か。まだこいつも出てなかったので、やったぜ、マハードの祝。背景的にも結構祝が似合う。マハードは僕的にはめちゃめちゃ嬉しいですね。それでは3パック目。ウサギは確か前回シークレットが出たんですよね。お、混沌の戦士、カオスソルジャーのスーパーレアですね。動画で出したやつでは確かこいつのシークレットが出てめちゃめちゃ嬉しかったんですよね。お、羽クリボーと最後が、デュアレスの祝ですね。お次が4パック目。ガーデンローズメイデンのスーパーですね。こいつのシークレットも欲しいな。めちゃめちゃかっこいいだろうな。アクセスコードトーカーの、スターダストの祝枠がこちら。こいつはですね、動画で開封したボックスでまさかのニゴレア枠で出てきたんで、今回は避けていただきたいところ。それでは5パック目。ちなみにこの動画撮ってるのが1月の6日なんですけど、今日ですね、家の近くのイオンに行ったら普通にこの年末箱売ってましたからね。あ、やったぜ、ブルーアイズのウルトラですね。おー、やったぜ、今まで1枚も出てなかったんでめちゃめちゃラッキーですね。さあ、祝枠がこちら、クロシーブ。それでは6パック目。ブルーアイズジェットドラゴンに、お、うららちゃんが来ましたね。さあ、持ってないところの祝が来るか。せーの、すい、ゾウジーの祝ですね。このパックはうららとゾウジーが入ってプレイヤー向けのところになってますね。それでは7パック目。アラダマのスーパーに、スプラッシュメイジのスーパーに、輝ける星の竜ですね、こちらのスーパーに、そして祝枠がこちら、カオスアンヘルのシークレットですね。それでは8パック目。ニビルのスーパーに、ナンバーズエバイユのスーパーに、ヒーローのウルトラに、さあ次がシークレットですね。レッドアイズのシークレット来い。コードウソウルのシークレットでした。いや、なかなか狙いどこのシークレットが来ないな今回も。それではラスト9パック目ですね。結局ニゴレアも最後のパックまで出ませんでしたね。動画的にはありがたい展開なんですけども、さあ最後何かな。やっぱ個人的にはバニラのニゴレアが欲しいんですよね。ブルーアイズ、レッドアイズ、ブラックマジシャン3種類なんですけど、レッドアイズが個人的にですね、一番欲しいとこですね。さあ、まず枠見てみますか。お、バニラかこれ。効果かな。いや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 、これバニラだな。来た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 。まさかの福袋に入ってた年末箱でバニラを引きましたね。3分の1でレッドアイズが。いや、でもここ何でもいいな。できれば、レッドアイズかブラックマジシャンどっちかが欲しいなって感じですね。ちょっと属性見てみますか。光だとブルーアイズか。で、闇だとレッドアイズ、ブラックマジシャンですが、闇。個人的にはどっちが来ても当たりですね。
イラスト的にかっこいいのはレッドアイズなんですけど、一番好きなカードがブラックマジシャンなんで、もう全然どっちでもいいですね。最後も一気にめくってみるか。いくぞ、せーの、スイ。おお、ブラックマジシャンですか。いや、全然いい。イラスト的にはですね、やっぱレッドアイズがかっこいいなと思ってたんですけど、一番好きなブラックマジシャンを地引きするっていうのがめちゃめちゃ嬉しいですね。なかなかですね、僕はブラックマジシャンのカードを地引きするのが今までほぼなくてですね、しかも福袋に入ってた年末箱から引けるっていうのが、福を呼んでる感があってめちゃめちゃいいですね。2024年はなかなかいい年になりそうな感じですね。いや、これはいい。めちゃめちゃ嬉しい。オルタンさん、ありがとうございます。はい、以上がですね、福袋に入ってた年末箱を開封した結果になっております。僕としても大満足ですね。あまりトークンの価値が僕はあんまわからないんですけど、この戦闘機トークンってなかなか当たりの部類なんじゃないですかね。そして何よりも今回嬉しかったのが、このバニラの3種類がですね、まさかの全コンプリートができたっていうところがめちゃめちゃ嬉しかったですね。よく言えばですね、この2枚ですね、ブルーアイズとレッドアイズがシークレットレアだったらもう言うことなしだったんですけども、それはちょっと欲張りすぎかなといったところですかね。そして何よりですよ、このニゴレアがですね、ブラックマジシャン一番好きなカードをですね、ぶち抜くことができたのが何よりもめちゃめちゃ嬉しかったですね。そしてですね、今回の年末箱は動画で一箱を開封して、動画外でですね、もう一箱を開封しております。一応ですね、個人的に嬉しかったカードだけご紹介したいなと思ってまして、まずはマスター・オブ・ドラゴン・マギアのシークレットが当たったのと、ウララちゃんのシークレットが当たったのと、カオス・マックスのシークレットが当たったのと、一番の目玉ですね、ニゴレアがですね、なんとカオス・マックスのニゴレアが当たりました。これも嬉しかったですね。もともとカオスマックス1枚も持ってなかったんで、めっちゃテンション上がりましたね。動画を撮ってない時に限ってですね、意外とこういうところが当たってですね、投稿者としてはなかなかへこむ結果にはなったんですけど、まずはこいつをゲットできて嬉しかったですね。今回の年末箱はおそらく今回でですね、開封したボックスが最後の開封になるかなとは思いますので、なかなか有終の美を飾れたんじゃないかなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。